どうもー、影やんです。今日の、ラーメンですね。ど素人ラーメンでしたっけ。ですね、今日はちゃんぽん、近江ちゃんぽんということで、滋賀県ではこう有名な、ちゃんぽん亭ですね。ちゃんぽん亭の、ラーメンですね。ラーメンというかちゃんぽんというかちゃんぽんを、今回は作ってみたいと思います。やっぱりちゃんぽんといえば上に乗ってるこう野菜ですよね。こう野菜がやっぱりこう特徴があるというか美味しいんですよね。特にちゃんぽん亭のちゃんぽん僕も好きなんですけども、最近ずっと行けてないですけども、でちゃんぽん亭の上にこうやっぱりこうキャベツとかね、その辺がこう乗ってるんですけども、僕がやりたかったのはキャベツと白菜とね、その辺がこう乗ってるような形を作りたいなと思ったんですけども、ちょっとねこう売ってる野菜、こうカットされた野菜を買うんですけども、その白菜とかいろいろいろんな野菜が入ってて、ちょっとカットされたっていう野菜のそのやつが売ってなかったんですね。先週売ってたやつがね、今週売ってなくてですね、で仕方なくですね、キャベツのみですね、キャベツのそのざく切りというか、切ったやつをこう買って、今からこれを、炒めるということですね。でその炒めたこうキャベツをですね、ラーメン、ちゃんぽんを作ってですね、作った上に乗せるという形をとります。でその野菜をね、こういった、まあ言った野菜炒めですね。野菜炒めっていうか、キャベツ炒めか。キャベツ炒めをこう、してるんですけど、これにはね、まあ油では炒めますけども、あれはしません。味付けはしないと。で、味付けをしたやつをこう、ラーメンの上に乗せるか、味付けしないやつをラーメンに乗せるかで、ちょっとこう、選択があるんですけども、まあ、今回はこう味付けをしないでこうラーメンの上に乗せるっていう形をこう取りました。まあ、味付けをつけるとですね、ラーメンのそのスープの味とどうかなと思ってですね、まあ味付けなしで今回行こうと、そのスープの味でこう楽しむ形を取ろうかなというふうに思って、そういう野菜炒めにこうしましたということですね。でですね、そうですね、まあ今やってるのはこれラーメンのスープですね。ラーメンのちゃんぽんのスープをこう、丼にねこう入れてると。ほんで丼もね、これねそんなに大きくない丼なんですよね。でできればですね、もうちょっと大きめの丼を買いたいなと。でこう上に野菜乗せてもですね、その十分にこう入る状態。これ、この丼でこう野菜上に乗せるとですね、この野菜の量が僕、まあまあこう野菜がっつりこう乗せて食べる方が好きなんで、その溢れるぐらいギリギリになるんで、そのスープの量をちょっと少なめにして、ラーメンを作る形になるんでですね、本当はそのスープもそれなりの濃さにしたいんですけど、ちょっと濃いめにこうなってしまう。まあ濃いめになっても上にこう野菜乗せてるんでね、まあいいといえばいいんですけども、僕のその本当はですね、もうちょっとこうスープを薄くっていうか、まあ普通の濃さにこうしたいなというところはこうあります。まあまあ仕方ないというかね、まあまあ丼がないんでしゃあないです。昔はね、うちにもね、ちょっと大きめの丼があったんですけど、全部なくなってるんですね。で、どこ行ったんかなって、こう、聞いて、家族に聞いてもちょっとわからへんということで、今度買わなあかんなと思って。で、そういうものが売ってるところ、買いに行かないとなかなかないんですけども、どこに売ってるかなと思って、まあ、近所の、平和堂でも、行って、こう、なんか探そうかなと。いうところですね。だからラーメンのその丼用のそのものを買う、その入れ物、今これイチゴなんですけど、イチゴ食べてるんですけどね、このイチゴがね、お客さんに教えてもらった下笠いちご園っていうところがね、草津にあるんですけども、その下笠いちご園のイチゴ、むちゃくちゃ甘くてうまいですね。これはもう僕はかなりこれは
僕ファンになりましたから、うん、これおすすめですよ。これを食べたらもう他のいちごどうですかね、わざわざ買いますかね。他のいちごでも1パックね、500円ぐらいいちごってするじゃないですか。でもね、その下笠いちご園のいちごはですね、僕が買ったのは1パック750円のやつですけど、700円からあるんですけどね、他のは食べてないですけども、まあうまいのはもう予想されますよね。予想がつくというか、まあ多分美味しいんやろうなって。で、聞いたら僕750円のやつは、こう、オーソドックスな、味がしますと。オーソドックスというか、まあ、しっかり甘みのある、イチゴになりますっていうことで、じゃあそれお願いしますって言って買ったんですよね。で、まあちょっと楽しみ、ものすごいなんかこう、そのイチゴのパックのイチゴがもう美味しそうにはもう見えたんで、これは確実にうまいな思ったけど、食べたらその期待を裏切らないというか、それ以上の味というんですか、もうかなり美味しい、ものになります。これはね、またね、僕、そういうスイーツの好きな人に、こう、お客さんにね、伝えたいなと思って、下笠いちごやね。もうちょっとね、パンフレットもらってきたらよかったなと思って、今度ね、買いに行った時はですね、もうちょっとパンフレットを何個かもらってですね、その好きそうなお客さんにこう何個か配っていくという形をとりたい。で、場所がね、ちょっとこう農家のとこなんで、あの浜街道よりもまだ、あっち寄りですね、湖岸寄りになります。まあまあ、Google のマップとかでこう行ってもらったらすぐ行けると思うんですけども、だからこうそういう、農家の一つの場所でこう売っておられるということです、うん。まあ、あれはおすすめかなと、うん。僕結構最近お客さんに教えてもらったりしてですね、美味しいとこスイーツとかね、こう結構教えてもらってるんで、そこへこう行ったりするんですけども、まあ当たりばっかりですね、うん。まあ石山寺の小松屋のね、わらび餅とかですね、他にもいろいろこうあるんですけども、うん。で、今度、まあ、その いちご園、下笠いちご園を教えてくれた人がもう一つね、スイーツ店を教えていただいたんで、それも有名なスイーツ店らしいんですよ。森山のね、スイーツ店がある。そこのチーズケーキがうまいということで、今度ちょっと食べに行こう、じゃあ買いに行こうかなというふうに考えております。なかなかこれも期待できるなというふうに思っております。ということでですね、だいぶこう、これね、ほんでちょっとこの今麺をこう茹でてるんですけど、ちょっと僕がこう急いだというか、もうちょっと麺を茹でなあかんかったようですね。ちょっとどういうで硬くはないんですけども、もうちょっと茹でなあかんなっていうような味でしたね、食べた時にね。だから、その辺はちょっと僕の中では、うん、あれやったなというふうに、もうちょっとこう、ちょっと早かったというところです。まあもういけるやろうと思ったんですけどね、いつもやったらもうちょっとこうほっとくところなんですけど、もう早く食べたくてですね、ほんで今映してると。で、これ映すもほんまは、網のなんかあるじゃないですか、こう、受けるやつね、うどんとかをこう入れるようなやつに、こうザーッと流せばいいんですけど、もう邪魔くさいに直接、鍋からこう、丼の方へ移していると。いうところであります。ほんでこう炒めたこの野菜はですね、これ野菜もね、そのストーブの上に置いといてですね、ずっと温めた状態をこう作っとくというところです。で、まあまあ味としてスープの味はね、まあそこそこ、うん、まあちゃんぽん亭の味なんで美味しいんですけどね、上のそうですね、その野菜もね、野菜に味をつけたらやっぱそれはちょっと違うんでしょうね、うん。やっぱりその味付けないでやる方がいいかなと。ということで完成となります。こんな感じです。ちょっとなんか、ごてっとしてますけど、こんな感じでした。